皆さんこんにちは。カリチャンネルののぞみです。今日はですね、ガラクタの宝庫、おばあちゃん家でいいものを見つけました。こちらへどうぞ。ででん、ドラム缶失礼しました。今日ですね、こちらのドラム缶を使ってちょっと遊ぼうと思います。ドラム缶風呂に挑戦ということで、どんな風になるでしょうか。結構ね、古いですが、なんかいろいろちょっと見てみようと思います。それではどうぞ。上の蓋を切り取っていこうと思います。ガラクタのドラム缶が、中が現れました。意外と綺麗でーすね。全然大丈夫そう。この後は中性洗剤で洗ってサビを落として煮沸消毒をしていこうと思います。やってきました。排水面をつけるための穴を開けていこうと思います。すごくいい感じ。今日はもう暗いので次の工程は別日にやっていこうと思います。楽しみですね。排水設備をつけるためにこの間開けたこの穴に
ボールバルブをつけていきます。これでドラム缶をひっくり返せなくても水が抜けますね。この前回開けた穴にはめていこうと思います。もう簡単ですね。オーリングがはまっていますので、こちらをはめて、あとは向こう側からナットで回していくだけなんですが、ナットをしっかり締めていきます。これどうだ。はい、それでは今度はですね、お風呂を沸かすための釜作りをしていこうと思います。ちなみにこいつは兄が昔ロケットストーブを使うのに使っていた煙突です。今度はね、ロケットストーブネタもやっていきたいなと思ってますが、すごいですね、こいつを使っていこうと思います。それでは、掘っていきましょう。風呂に入るのも今はワンタッチでできるけども大変な作業なんですね。まだ斜めなので微調整が必要ですが、こんな感じにできました。すごい。この上にドラム缶を乗せて、ここで火を焚きます。そうするとここから煙突から煙が出る仕組みです。ワクワク。これは煙突を保温することによって上昇気流を生じさせて、煙を引っ張るのを促す、前からじゃなくて後ろから全部煙が出てほしいので、まあ、こういう風にやってみようと思います。こんもりするので、はい、すごいかっちょよくないですか。やばい、テンション上がってきました。煮沸していこうと思います。ドキドキしますね。水を入れたので今から試し焼きしていきますが、もう問題なく、見て排水も問題なく、ほらすごくないですか。やば、ごらせ試し焼きね。それでは試し焼きで火をつけていこうと思います。
お風呂の下に敷くすのこですが、おばあちゃんのガラクタ小屋から漬物石用の漬物用のあの蓋のあの壊れちゃったやつを見つけたので、これを再利用していきたいと思います。ねえ、じいちゃんが作ったのかなこれ。木だ、木の釘だ。真ん中だけネジを止めて、サイズ測っていきます。うん、ぴったりじゃない？すごい、ありがとうじいちゃん、ぴったりです。はい、それでは裏側綺麗に新しいネジで止めたので、今度は裏側表側を、グラインダーで削っていこうと思います。ちょっと綺麗にねしたいと思います。よいしょ。できました。ちょっと表面を綺麗に削ってみました。試し焚きの煮沸もいい感じにできているので、もう少ししたら一回水を抜いて、今度は本炊きに入ろうと思います。試し炊きと煮沸消毒が終わりました。問題なくできたので、今度はこのお湯を流して綺麗なお水でもう一度沸かしていこうと思います。じゃあお水抜いていきましょう。それではお湯を抜いていこうと思います。本当は、ホースにつなげたかったんですけども、ホースがなかったので、まあ、ただのお湯なのでこのまま流しちゃおうと思います。いい感じ。それではお水が抜けましたので、本炊き用のお水を入れていこうと思います。風の通り道に作ったので、風が勝手に入ってくれますね。それではお湯を混ぜて温度を均等にしていきます。こらせ、いい感じ。それでは入っていきましょう。それでは入っていこうと思うよ。気持ちいいです。日本酒を温めようと思います。西屋さんから送っていただいたランタン使わせていただいております。すごく使いやすくてコンパクトで重宝してます。いや気持ちいい。